彼女と別れてから1年。太った。ストレスによる暴飲暴食、人によっては恋人と別れてげっそり痩せる人もいるけど、僕は超太った。いや、そんなことはどうでもいい。僕は未だに引きずっている。彼女は天使だった。少しおかしなところはあったが、手をつなぐときはスコップ越し、キスをするときももちろんスコップ越し。それでもモテない僕にとっては天使そのものだったんだ。別れを言い出したのは僕からだった。ちょうど去年のクリスマスの日。後悔してる。ずっと後悔してる。まあ、こと言われたらさ。今日は私のすべてを教えてあげるね。うん。地震収まった。よかった。いや、よくない。彼女は無事かな。今どうしてるんだろう。何かあるとすぐに彼女のことを思い出してしまう。彼女が好きだった歌がラジオで流れた時、彼女と一緒に行ったお店を通り過ぎた時、それでも一切連絡も取らず1年が過ぎてしまった。今だよ。今しなきゃ一生後悔する。そんなあれじゃないんだ。ただ心配だったんだ。そう、ただ心配になったからって理由で連絡すればいいんだよ。それでこのモヤモヤが晴れるなら。悩むな、考えるな、考えるとまた送り損なう。ネガティブに考えるな。ただ心配だったから、それだけだ。別に会いたくなったとか寂しくなったとかそんなんじゃなくて、その送信送ったぞ。まあでも返信はないよな。期待してもしょうがない。でもいいや、これできっぱり忘れよう。まさか。いや、焦るな。余裕があるんだよ、こいつは。そう、僕はツイッター、ツイキャス、LINE もメールも同じ通知音にしてるから、この1年間、この音が鳴るたびに彼女なんじゃないかって思っては、ずっと裏切られ続けてきたんだ。マジか。同じこと考えてくれてたなんて。何言ってんだよ。今日はクリスマス空いてるわけないよ。突然すぎるよ。無理だよ。無理に決まってるよ。聞いたー。ありがとうございます。泣けてきた。いや、泣くのは早い。準備万端にして行かなきゃ。プレゼントは何がいいかな。彼女の好きなもの。そうだ、今日はクリスマスだからケーキ買ってこよう。うわ、やっちまった。折れた。ギャーギャーうるせえな。折れてねえよ。腹でもつけろや。こんな足じゃ待ち合わせ場所まで行けない。しょうがねえな。目的地まで送ってやるよ。本当ですか。あ、お願いします。ありがとうございます。もう少しで目的地だけど。あ、よかった。ケーキは買えなかったけど、なんとか7時には間に合えそう。あれあー、やばい。携帯がない。携帯？そうだ、家に忘れてきたんだ。バカじゃない。あ、今何時か分かりますかね。え？ちょっと待ってよ。6時半だね。あ、もう乗ってる時間ないな。携帯なしで見つけられるかな。でももう行くしかない。それならあんた中央公園行くんだったよね。はい。ああ、そういえばここに来る前になんかすごいでっかい爆発音してた。あの時だ。地震じゃなかったんだ。大変だ。もしこのことを知らずに彼女がツリーの前で待ってたら。サンタさん、急いでくれますか。あ、ガス欠だ。なんでさっきからついてないことばかり起こるんだよ。そんなどっちみち道も混んでるし、こっからな走った方が早いよ。確かに。サンタさん、ここまでありがとうございました。お願いだよ、間に合ってくれ。せっかく会えると思ったのに。もし彼女に何かあったら、そんなことになんならメールなんてするんじゃなかった。そうすればお互いに何もなく平和に過ごせたかもしれないのに。いや、まだわかんない。彼女も爆破の予告のことを知って来ないかもしれない。それならそれでいい。いやでも彼女も向かってるかもしれない。今頃彼女も僕の携帯に連絡して連絡がつかないから心配して待ち合わせ場所に向かってる。そんな気がする。僕が携帯忘れたばっかりに。とにかく急ごう。間に合ったのかな。おい、ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ。いや、ちょっと人とも浅瀬してて。ああ、いたらすぐに移動しますから。なんで私服警官なの。こっち。この冷たい感触。私と一緒なら大丈夫だから。ようやく君にまた会えた。よかった、会えて。私もずっと会いたかった。嘘みたいだ。1年会ってなかったのにまるで思いが通じ合っていたようだ。ごめん、携帯家に忘れちゃってさ。でも大丈夫かな。ここ7時に爆破予告されてたみたいなんだけど、多分もうあんまり時間ないと思う。でももう大丈夫、見つけたから。え、どういうこと。別れた日のこと覚えてる？私が話したこと。今日は私の全てを教えてあげるね。実は私宇宙人なの。え？それでよく考えてたの。このまま付き合ってていいのか、あなたを傷つけてしまうんじゃないかって。ふざけないでよ。ずっと僕をからかってただけなの。からかってなんかないよ。もういいよ。別れたいんだろ。僕なんかが君みたいな可愛い子と付き合えるわけなかったんだよ。そんなことない。別れよ。最低だった。彼女を信じてあげられなかった。いや、宇宙人だとかそのことじゃなくて、彼女の気持ちを信じてあげられなかった。彼女と過ごした5年、付き合ったので言ったら3年、彼女はまっすぐ僕を見ていてくれたのに。あの時本当は別れを言いたかったんじゃなくて別の何かを言いたかったんじゃないかって。なんで彼女の言葉を遮ってネガティブに考えて別れようなんて言ってしまったのか。ずっと後悔してた。だから今日僕はプロポーズする、結婚しようってそう決めたんだ。いや、別れておいていきなり結婚しようっておかしいかもしれないけど関係ない。彼女があの時何を言いたかったのかわかんないけど、とにかくもうプロポーズするって決めたんだ。今日はどうしても君に言いたいことがあってきたんだ。ごめんなさい。言う前に振られた。私はあなたが好き。ツンデレ。でももう今日で最後なの。どういうことなの。ああ、宇宙人だからとかそういうこと。もうそんなことどうだっていいんだよ。僕は君が言ってくれたらただそれだけでどんなことだって乗り越えていける。結婚しよう。ありがとう。え？あなたにそう言ってもらえて決心がついた。何がなんだかわかんないよ。爆弾の解除終わりました。説明してよ。今度はちゃんと聞くから。私は何和星という星で生まれた宇宙人なの。これから話すことは地球でもごくわずかな人間しか知らないことだから内緒にしてね。何和星は。説明しよう。何和星は地球によく似てる星だが極端に女性が少なく、女性は国で決められた人としか結婚できないのだ。男女の恋は法律で禁止されて、それを破った者は星を追放される。そうして追放された何和星人は運よく地球にやってきて、日本の関西地方を中心に恋をして結婚して暮らすようになったのだ。なんかよくわかんないけど宇宙人でも結婚できるんだ。だったら問題ないんじゃないの。そうなんだけど、一部の特別な何和星人には特殊な力が使えるの。だからその力を使って地球で犯罪を犯す人もいる。今回の事件もそう。今日の爆破事件も宇宙人が絡んでんの？それで私はそういう犯罪者を捕まえる仕事をしているの。その仕事してるから？だからもうこれで最後だって言ったの？そんなの普通に働いててもあることでしょ。俺そんなの全然気にしないよ。そうじゃないの。またまた説明しよう。何和星では恋が禁止されて以来、女性が恋にときめかなくなってしまった。そのため女性は15歳から20歳になるまでの期間だけ地球で恋を学ぶように法律で定められているのだ。ただし男性との肉体的な接触は一切禁止となっている。そんな法律無視してもう一緒に地球で暮らそうよ。そんなことしたら地球と戦争になってしまう。だから今日私は帰らないといけないの。だったら最後の1年は別れてたから君は恋をしてないんじゃないか。君はまだ全然恋を学んでないだろう。いや恋なんかしなくてもいいよ。もう僕のことも好きにならなくていい。だからもう普通に今まで通りさ地球にいればいいじゃん。ありがとう。私はあなたに恋をしてました。別れてからの1年もずっとあなたのことを思っていました。だから十分すぎるほど恋を学んだ。初めて君の手に触れることができた。いつかまた会えたらいいね。僕の彼女との不思議で冷たくも温かい恋はこうして雪の結晶とともに消えていった。メリークリスマス。いつかまた会えたらいいね。メリークリスマス。君の言葉を繰り返した日々。冬の空、粉雪のように優しく光る。メリークリスマス。メリークリスマス。ハッピーメリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。はいどうもこんばんは、トナカイです。メリークリスマス。クリスマスも頑張りましょう。クリスマス。夢の中聞いたセリフを思い出そうとしている。窓の外冷え切った街、一日が始まる。何もかもバックストーリー、愛情に悩まされてラブストーリー、終わらせられないサンタへの手紙のように、願ったことが全て叶うなら、冬の夜街を彩る光になろう。君に伝えたいんだ。たくさんの奇跡つないで僕ら二人出会えたのだろう。ラララララ、粉雪のように優しく光る。二人を包む思い出。どうした？大丈夫ですか？本当に思ってる。登録してね。それはいらない。ああ、そうかそうか。じゃあな。